すごくまっすぐストレートな方でね、もう顔に全部出る方。確かに合ってる。いやめちゃくちゃめちゃくちゃ当たってる。あと毒舌の星っていうのが出てて、あら、ちょっときつくなってしまったり、ちょっと強い風に言ってしまうことが、匂いフェチっていうの星が入ってるのと、スキンシップの星っていうのが入ってるから、確かにめちゃくちゃ個性の星が出てるんですけど、チェヨンさん。基本的にもう無邪気な星、天真爛漫、永遠の小学校3年生です。チュンチュンさんは基本的に 100% 中 5% しかないんですね。 5% しかないの？ちょっとやばい。本来外にいろいろ出るタイプでは多分全くなくて、一人で何かを深く追求するとか、その感覚、引きこもり、それこそ本当に楽しくて気分が乗ると一人で多分お風呂で歌ったり